こんにちは。ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。今日はすごく素敵なゲストの方にお越しいただきました。お笑い芸人駆け抜けて軽トラの持田コシヒカリちゃんです。どうも顔はカトパン、体はパンパン、持田コシヒカリです。お願いします。言えましたね。長いです、名前込みだとめちゃくちゃ。ちあ、そう突然ですが、はい、これ見てこれ見て、コシヒカリちゃんが、はい、あのメリーのショップでジュエリー作ってらっしゃるんだよね。はい、今回コラボさせていただきまして、先生に今つけてもらってるのは、うん、一目惚れフラワーリングバタフライというピアス。かわいい。なんか揺れるアクセは男子にモテるっていう、そうなんだね、あるので、それでちょっと揺れ、もう揺らしまくってございました。そのご自分のメイク道具を使って一緒にメイクレッスン形式でみんなにお見せしようと思います。はい、ありがとうございます。はい、どんなメイクをしたいとかありますか？私はなんかやっぱみんなからもやっぱ自分で思うにもやっぱイエベ寄りだなっていうのはちょっとありまして、はい、オレンジとかを使ったメイクをすることが多いんですが、うん、もう今日はせっかくやっぱし先生にお会いできたので、はい、先生になってる先生なんですもん、うん、はい、なんでちょっとブルベメイクにチャレンジしたいなと。いいね、はい、なんでなんかちょっとそこを自分ちょっとイエベ寄りのものを多いんですけど、やっぱり買っちゃうよね。そうなんです。自分にこう肌に合うかなっていう感じで、うん、はい、ついつい買うけれども、でもやっぱりブルベメイクやってみたいです。ちょうどいいの持ってるよね、ブルベメイク。肌も気持ちブルベに仕向けていくことで、はい、あの青みのカラーが似合ってきますので、はい、アリーのパープル持ってるじゃない。持ってます。素晴らしいよ。これを使っていきたいんだけど、いつもはどうやって塗ってるの？ちょっと片方やってみて、片方のほっぺ、はい、はいはい、ちょっとストップでございます。あ、ごめんなさい、はい、今ねこの辺中心に始まってるよね。始めました。顔の正面が見た時にやっぱ顔の中央がメインのところが強く青くなってるべきじゃない、うん、青みに触れてるべき。こっちにメインに置いて、あ、結構もう中心の方に、ここだけになるべくとどまるように広げたら、それからこっちにフェードアウトして。なるほど、本当だ。あ、もうパッとほっぺ明るくなった、はい、もうこれぐらいがっつりで、はい、そこで何度かさすって、さすって、うん、で広げていく、はい、あ、すごい馴染みました。大胆に乗せた後ちゃんとこうやってプレスしてあげればきちんと肌に落ち着くから、はい、大丈夫だよ。ということで、すでに肌にラベンダーカラーが乗りましたので、はい、もう少し青みのブルベに寄ってきたね、はい、ファンデーションもいくつか持ってきていただいてますが、ティルティル、ティルティル、厚みのあるスポンジ、はい、これいつも私使ってるんだけど、え、これってドラッグストアでも、そう、同時ローザのやつ、クッションバンでも こういうのでもいいんですか、ね、これでいった方が早くてうまくつくの。そうなんだ。これもやっぱり顔の中央、はい、さっきと同じような気持ちで中央のところにきちんと塗っちゃって、はい、そうしたらあとはさするように、はい、先生なんか、はい、クッションバンでは叩けみたいな、はい、あのメソッドがなんか生まれてるじゃないですか、はい、あれって何なんですか？叩くとね、やっぱりカバー力が強くなってるよね。あ、なるほど。で、さすると薄くつくの。だから私は今さすってるの、先に。だってコシヒカリじゃなくて薄い仕上がりだけでよくない？叩く必要ないよね。滑らせるだけだとムラができたりするから、うんうん、反対側で最後こうやってムラを取る。あ、なるほど。同じクッションの、クッションでね、あのスポンジの、スポンジの反対側で。そう。全然十分でしょ、十分隠れてます。そしたら叩かないで。はい、うん、やっぱり叩きすぎるっていうのは熱くなるから。資生堂ミニマリストのホイップパウダーブラッシュ、はい、またスポンジ、あ、スポンジで、スポンジで取るんですね。そうするとさっきのファンデーションと混ざっていい感じに色が弱くなるから失敗しにくくなるの。ファンデーションと混ざっちゃっていいんですね。いいです。ほわーい、うん、混ざっちゃって、はい、それでちょっと押すような感じで、これすごく私がね普段から押しているいい血色のあるくすみ赤、イエベにもブルベにも使いやすい、なるほど、どっちにもいけるメイクなんだけど、色なんだけども、いつも私直付けしてて、うん、そうするとなんかちょっと怪我したみたいになっちゃうんですよ。怪我した、血だらけね、血だらけみたいになっちゃうんで、なっちゃうから、そう外に引っ張る、なるべくこの顔のここちょっと待って、来ないよ、正面、そう、あ、ここも間違えてました。本当なんかこう塗ってました。少し難しいアイテムなわけですよ、うん、クリームチークというのはね、うん、でもやっぱりこう効果的に使うとすごくこう肌の内側にとどまって崩れにくくなるので、うん、あのぜひ頑張って習得してください。はい、はい、
そしてお粉もつけてるの？お粉は一応この、ナーズ、はい、リフコーナーね、はい、リフコーね、全体のせすぎてしまうとそのマットになりすぎてしまってもったいないので、はい、ずれやすいとこだけ、はい、そして、はい、シェーディングもベースメイクの最後にやっておきましょう。あ、そうです、シェーディングもちょっとなんか、なんていうんですか、一応気持ちで塗るんですけど、うん、なんか効果あるのかなと思っちゃって、うんうん、なんかサボってる感じです。ケイトのスリムクリエイトパウダーをお持ちになっています。はい、こちらでシェードカラーをこの斜めブラシで、はい、一番簡単なのはやっぱりこのフェイスラインをさする、はい、ということですね。で、私が結構提唱しているカックンサササというテクニックがあります。カックンサササ、そう、それがね、はい、ほーってしまっていい、ほーと、ここへこむじゃん、ほーグッて、だからこの耳のところからくぼんで奥歯のとこ、ここに向かってカックンサササでございます。ここがスンってした気がします。グンサササ。これを何度か繰り返すとぼんやりとここが削れます。カクン。そういいですです。付け足さずに1回の量で何度もやるの。はい。確かになんか自然とここがふんわりちょっと削れてくるでしょ。削れてます。ぼんやり。そのままちょっとフェイスラインをこうスッと誘って。はい。これでいいですね。すごい。この6プラスってやつ結構最近みんな使ってるんじゃない？私もね使ってみたけどよかった。あ、本当ですか？質も良いし、だからそうブラシすごい悩むんですよね。なんか高いの欲しいと思いつつやっぱ経済的に、はい、人工毛といって、うんうん、お手入れも楽っていうか、はいはい、結構強い頑丈なんだよね、はい、動物の毛じゃないから。なるほど。そのあたりもとても時代に合っていていいと思います。でベースメイクできたね、はい、いよいよ色物いこうか。まずはこのお持ちのディオールバックステージの003番、はい、先にこのコイルを取って薄くまず目の際に置いて下から上にグーッと上がっていってノーズにかかる部分まで。あ、結構ガッツリ。そうそうそう、はい、おー、あ、下に引く色ってなんか明るい色じゃないとダメなのかもって思ってましたけど、はい、いい質問です。はいどうせ目力出したいわけじゃん。出したいです。そう、最初からあんまり白くすると出しにくいの。ここに暗い色でいった方が早いの、ゴールが。早いっす。下まぶたもそのまま染めてしまいます。はい。ちょっと暗めに仕上げちゃって秋っぽくするよ。はい。透明感のある RMK の単色を重ねようと思います。青みのラメ指にとって、はい、ちょっとこう押し付けるような感じで、もう広く全体に。これはちょっとアイホール意識しようか。アイホール意識ね、透明感増して。本当ですね、冷たさが入ってきたから。はい。あー、すごい。これぐらい結構 大胆にラーメンいっちゃっていいですね。やってみて、最初は押すようにして、はい、ある程度押し切ったらなじませるようにさする形を作る。明るい、なんかいいですね。キラッといいよね。キラッとします。ここにもちょっときらめきを、はい、星一つ流れ星、はい、イエベのパレット持ってる人もこういう青みの単色1個買い足せば、うんうん、こうやって合わせ技でブルベにシフトできるじゃん。しますね、すごい。そこに合わせるアイラインですが、はい、これ可愛い色があるの。エトボスのピンクグレーっていう色なの。青みのラメとも相性いいでしょ。めっちゃいいです。普段どういう風に弾いてるのかな、いきなりやってみよう。はい、普段なんか私なんか全部弾けてなく弾かなくて、はい、いいですよ。目尻ばっかし弾いてて、ここスインみたいな。あー、かわいい、十分じゃない。どうなんですかね、本当はでも目力やっぱ強くしたいんで行きたいんですけど、行くとなんかキュッてなっちゃうんですよ。寄りすぎるんだね、はい、いいと思います。すごい上手。じゃあちょっと反対側も弾いてみて、はい、いつもと同じように弾いても多分ラインの色が違うからちょっと抜け感と、この色めちゃめちゃ可愛いです。そしたら下まぶたにちょっと赤み、最近私がハマっている、はい、またこれ、あ、ちょっとこれも入れる、はい、あ、ちょっと入れる、赤み強くする、はい、これでちょっとね上見て下まぶたにちょっと赤みを入れるっていうテクがあって、赤みライン、で私それを多分見てあら、私やってるんですよ。あの普段グッとちょっと引き締まるし、そうで、ちょっとこれも外側に、こっちも外側に流すことでより目を横に引っ張る。うわっ、はっ、はぁ、かわいい。まつげの隙間
飲めるように、そう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 、上手上手、はい、目頭を少し抜いてね、かわいい、おしゃれー、眉毛できました、はい、お願いします、はい、じゃあナチュラグラッセのグレーペンシル、隙間だからグンって書かないでツン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 、その後に色をつける仕組みなんですが、はい、スックのすごくニュアンスカラーのマットカラーがさ存在してるんだけど、これで眉毛染めてみたらいい感じになると思うよ。なるほど、ほら、あ、本当だ、染まりますね、ちょっとほんのりピンク、そう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 、その眉毛マスカラも全然いいんですけど、うん、なんかつけるとつけたで濃くなるというか、わかるわかる、沈むよね、そうですそうです、キュートいいよ、そしたら最後ブルベリーリップ塗ろう、はい、これは使ってる、それつけるとなんかあの可愛いんですよ、これ単体で可愛いと思うんですけど、あ、まあ、可愛いけどね、お気に入りだけどちょっとなんか寂しいね、こんなすごいの持ってるじゃん、そうなんですよ、ファンの方からジバンシーのリップいただいて、これをですね、はい、だからさっきのスックはちょっとベースにして、はい、これを塗った方がやっぱりその唇もある程度厚みも出て仕上がってきて、うん、はい、それにかぶせた方がこっちもおとなしくなると思うの、なる、あ、そうです、これ単色だとまたちょっと強すぎちゃって、すごいもんね、そう、はい、ちょっとこのベージュピンクで気持ち唇を慣らして、はい、これイエベ感もあるリップなんで、はい、慣らしておいてこれをベースにこのすごい色を重ねれば、はい、きっとうまくいくんじゃない、内側に置いてちょっと一回まんまとしてみて、あー、これとこれを足すってちょっとマジ考えたことなかったです、うん、でも結構平気だね、最後の最後もう一盛りブルベ感、まだ行くんですね、そう、これすごいんだよ、ね、アディクションのこれチークなんだけども、フェイスカラーって言ってニュアンサーっていうバージョンのもので、うん、はいはいはい、これだけでやるチークではなくって自分のチークをちょっとブルベ方向にシフトさせるためのニュアンスチェンジャーです、面白い、そんなのあるんですね、これも顔の目立つ正面のとこだけにしよう、ほんとそこが大事なんですね、結局だって見せ場だもん、確かに外ばっかしやってたな、うわぁ、かわいい、すごい、なったことない顔になってます、私今までで、はい、ということで完成しました、あーすごい、ちょっといつもと違う雰囲気の、いやもうちょっとガラッと変わって、青みが効いてるね、めっちゃ勉強になりました、嬉しい、持ってるものを生かしてちょっとだけ違う雰囲気にするっていうのはすごいお得だよね、なんでそれちょっと使っていこうって思いました、コシヒカリちゃんの YouTube チャンネルの方にもお邪魔しまして、はい、動画も撮りましたので、はい、いろんな質問にお答えしました、そちらもぜひご覧ください、ということで、じゃあ今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします、コメントもお待ちしております、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします、お願いします、はい、それではありがとう、またね、またやりましょう、お願いします